旦那がさ、いつの間にかひっそり上野さんが来ている。はじめまして。はじめまして。なんかもうめちゃめちゃ濃い感じでビビってますけど。全員ビビってます。牽制し合ってる。ジャムジャム見ない。ハードコアなんてタイトルつけた人が悪いですよ。ありがとうございます。ポジション取る。今のツイートしたい。上野さん、今のツイートポジション取る。だけど、すごいね。ここから話すときは少し緊張しながら、そんなことが言えなくなる。まあ出落ち感みたいな。出落ち感があるんですけど、この記事っていうか、まあ本当ブログ一発屋なんであれなんですけど、2016年ですね、みこしのオブジェクト指向性について、ちょっと神じゃないですか、まさに。ちょっとビビってまして、適当なこと書いてるのが結構こう思わせぶりな感じになってるガチ勢がたまにこうなんかこうツッコミとかなんかこう同調とかいろいろしてくるんですよね。してくるやべえと思ってなんかガチな人来たみたいな。この10年ぐらい、この10年ぐらい長いなんかで、その組み尽くせなさっていうのはハーマンの言葉で言うと、実在的オブジェクトは退院している。退院ってなんか引きこもりって訳したら分かりやすいと思うんですけど、 VTuber みたいな感じですかね。だから家に引きこもってんだけど、 VTuber としてめっちゃこう人とコミュニケーションを取ってるみたいな。で、我々 VTuber 見る側としては中の人が分かんないから、バーチャル YouTuber 存在論なんじゃないかって気もするんですけど、それこそ石橋さんとか玉島さんがそのこういう割と哲学的な存在論的な話に興味を持たれているのって、その理論としての面白さももちろんあると思うんですけど、多分どこか普段やられていることにこう何かしらつながってるんじゃないかなと、まあ、思うんですよね。同じような話が展開されてるはずなんですよ。哲学の相関主義っていうのが、要はカント以降の人間っていうのは物自体にアクセスできないし、みたいなね、後からいろんな使い方ができるようにしたいよねって話だと思うんですよ。デザイナーの意図しない使い方でも便利に使いたいよねって話だと思うんですよ。なんかこういう観点でもかなりこれらの問題系っていうのが共有できるし、それでつないでいけるんじゃないかなって思って、ので今日こういうことをやってるっていう感じです。こんにちは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 。で、まあこれ簡単に、まあアジェンダみたいな感じで作ってみたんですけれども、今スモールトークと知られているものは18、これはスモールトーク72の、これはスモールトーク78のエミュレーターなんですけれども、ジョブスたちが見たのこのバージョンですか。そうですね、このぐらいのバージョン。 GUI のイリュージョンがオブジェクト指向と密接に関わって実現されてきて、背景としてその速度が増してくることによって、タワーが追いついてくれば、それそのもののように設計することができる。で、それによってまた新しいイリュージョンを創出できるっていうのの、まあ、そのスパイラルになっているっていうところがちょっと面白いんじゃないかなというのは、この GUI 史を見返してみて面白いところじゃないかなというのが個人的に思うところです。これはスケッチパッドなんですけど、ここからがすごくて、でマウスより先なんですよ、こっちの方が。はい、適当に多分線を引いてるんだけど、直してくれるんですよ。おそらくこれが今言ってる OOP の元になってると思ってて、そこに対象を生み出して、でそれに対して操作ができると。だから、何かその対象が目に見える形になってて、そこにランダムアクセスできるってことなんですよ。で、そうするとこういうものを実現するためには、対象が自律的に入力に対して反応する必要があると。ということは、今でいうオブジェクト指向プログラミング的なアーキテクチャがソフトウェア上に必要になるっていうことだと思うんですよ。だからこれがちょっとなんでいきなりこれが出てきたのか。確かにね。すごい。天才すぎますよ。天才なんですよ。だこれがなければ、その NLS もなかったし、多分スモールトークもなかったし、そう。そういうことですよね。
この二項対立があるなと思ってまして、左側がモードレスとかオブジェクト思考とかパーソナルコンピューターとかっていう、つまり個人をエンパワーメントするイデオロギーだし、ダグラス・エンゲルバートが言ったヒューマン・オーギュメンテーション、人間拡張っていうものだし、まあ、遡るとメメックス・ブッシュですね。でそれに対するもう一個 の2つに分かれて、先ほど上野さんがおっしゃったのと、もう一個分かれたのがだからこの時代だと思ってて、僕はだからアラン・ケに対してジョン・マッカーシーだし、彼は AI 研究者 で関数型プログラミングみたいなも のを作ってるし、でそのエージェント思考だし、でそれを上野さんの言葉で言うと、そのエージェントに仕事を頼むっていうのはサブジェクト、主体、なんていうか下に置かれるみたいなことになる。でオブジェクト直接自分でいじるんじゃなくて、仕事を投げる、お願いする、で結果を待つみたいな、で物を触るんじゃなくてことを頼むみたいな、だからこういう二項対立みたいな構図が60年代後半ぐらいにセットされたんだなって、僕のなんかあれがあるんですよ、パソコン対メインフレーム感として。ちょっといいですか。でそこに対してそのメディア論が持ってる問題意識ってちょっと違うことで、直接操作の皮をかぶったエージェントじゃねえかっていうのがメディア論の要は問題意識なわけですよ。プログラマーがそのオブジェクトに対してコミュニケートできる可能性をあらかじめ制限してるんですよね。それはオブジェクトのメソッドが何であるかっていうこととかなんです。そういうレベルで、その生のデータとかよりこうむき出しのオブジェクトみたいなものに対してのユーザーのアクセス可能性はあらかじめ制限されてるっていうのが、これまでの割とパーソナルコンピューターですらそうだったと、GUI ですらそうだった、でオブジェクト指向 UI ですらそうだった、でそれをさらに解きほぐすっていうことを考えるときに、例えば DCI なのかもしれないし、REST とかリンクとデータや RDF なのかもしれないなっていうふうに思ってるんですよ。そうですね。時間が何気にも普通に8時を超えてるので、どうしようかな、どうしようかなって思ってます。このままなんかまあお弁当が来てるので、なんかもう普通に食べながら喋るとかでもいいのかなって。しかももはやなんていうか延長サドンデス感が漂ってなんかもう特に終わりのなんていうか終わりみたいになくて、もう帰るって人から帰って人がどんどん減っていくみたいな感じで、最後もう無理みたいな時間帯になったら、じゃあ終わりますみたいな感じにしようかと思うので、存分に続けていきましょう。さっきのなんかほらいろんな人がいろんな名前つけられるよねみたいな話で、まあ、それはどういうデータ構造でそういうのを確保するかっていう時に RDF とか、このセマンティックウェブのそのデータの記述みたいな話も帰る時間ですね。ね、12時です。まだ大丈夫です。こちらがありますけど、僕ほらなんか該当しそうな箇所をポツ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 出してたから、あれですけど、実は他のメインのやつは、まあ、次回スミさん、スミさんもありがとうございました。スミさん、ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な、こんな、どうも、ありがとうございました。すごかった。悲しい。すごかった。あ、これ、僕のすげえよ。